アリーナ、我が国だから九州一の男になって帰ってこいよ。いや、仕事取れる。もう5時半、5時40分やん。どんだけデュエルマスターでやってんの。今度のベイスが、あ、俺もプラスタマコが落ちる可能性がある。ライチあー、勝ちてー。ほんとそれっすよ。勝たしてー。ビータ狙いっすマジか、ビータいらねーし。シンちゃん今日さ、初手弱えよな。初手弱えって関係ねえけん。引きゃいいんすよ、引きゃ。勝ったらパンコレのボックス、2ボックスやマジっすか。変わねえからな。いや、ピッチ変わねえから。約束したんで。抑えるんすか。そうそうそう。ピッチ変わねえから。シールド貼っていいですかね。じゃあ俺もパンコレのボックス、2ボックス。コンボのクライマックスじゃない。そう、コンボの1万円。あ、9000円とかそんなやつ。うちはスパイヤー。あの、サインのやつが2万3000円ですか。当てたら、あのやん。クロスファイヤー買うわ。どうしともに、成功終わり。あ、見えますね。最初はグー、最初はグー、じゃあポン、ね、これます。じゃあ始めます。では始めます。第4回受け売りシリーズ決勝戦。夢うつさんバス。アメラムさん3位決定戦。ちょっとシールドが。ちょっとします。こうしたら。浜流さん対。すみません。もう少し前で。そうですか、ね。それぐらいだった。バタバタ。あ、そうです。あ、やべ、しまった。全員時間なしです。では始めます。全部大丈夫。いくぞ、ディアスタート。じゃあお願いします。前後の下り方。あ、これぼっち置いてもらっていいですか。あ、すいません。なお決勝の様子に関様子ですが、受け売り CS の公式ツイッターにて、ツイッター付近で配信しております、ご覧になれる方はよろしくお願いします。
Thank you.
はい、了解です。プリンですか？あ、プリン。ああ、まだ今全マナタップですよね。そうですね。気合いを込めてお願いします。ガチンコかけるんやけどな。そう、危険かったな。ガチンコかけないけどな。
自己強いやもう今日もセットに殺意しかないんだよ。やっぱ一回プレミがあったんですよね、テラボーム。やっぱガドフはキープしてたんだよ。テラフォーム落とせ勝ったよな。いや、テラフォームのシャーマン。シャーマン。ってことでした。シャーマン。今からどうすけもう、あれくなんだろう、ね。いや、今から2本取ればもう全然問題ないし。全くその通り。あの、オニマルヘッド。え、でも、そういう勝ち方してきたんでね。俺、そうなんよ。1本落として、2本取る。で、されると思ったよ。変なこと言うな。やばいやつ。あー。テラフォーム強え、マジで。ザビエラ引けたらワンチャンあったんですけどね。誰が？誰が？喋られたこと、その DM どうなってるか。ナッカラブさん。スターインザラブやろ。スターインザラブ。追加する中継ですよね。公開処刑みたいな。全然鼻が入ってる。言うてやばいっすね。ここで2位になったら1位、2位、3位、4位フルコンプリートや。デスカってバキが縦落ち、アニマルヘッドとバキ立ち落ち。あー、いいやな。アニマルヘッドダメだ、あいつクソカードだもん。マジか。九州の一の男にリーチかけていく。いや、お願いします。最初はグー、じゃけぽん。はい、これでしょ。ユキニャが OK って言ったら、
まだ生ですか？本当に当日参加優勝するやない。